皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。今は2023年の8月24日、7時50分くらいです。6時、朝の6時くらいにですね、親分が SNS に書き込まれております。ニューヨーク市、市場最も偉大な市長が、不代入れの誠実さを求めて戦ったために、G 州アトランタで逮捕されました。不代入れは不正に行われました。 私たちの国にとってなんと悲しいことでしょう。まが。そして、こちら、ジュリアニさんが記者に取り囲まれて、生命はと問われたことに対してお話しされていることを少しご紹介します。彼らは私にこんなことをすることができるのです。彼らはあなたにこれを行うことができます。3年前、 F 機関が私のアパートと法律事務所を固く捜査し、2年半にわたって私を捜査したことを思い出してください。私の20年間について調査しました。彼らは調査し、大陪審に手紙を書きました。彼らは犯罪を一つも見つけることができませんでした。それで、それはかなり解消されたはずだと思いませんか私が弁護士として、アメリカ国民を弁護したとして起訴された、このバカバカしい事件を除いては、 私は弁護士として活動しており、他の5人の弁護士も起訴されました。これを見れば、これが憲法への攻撃であることがすぐにわかるはずです。アメリカ憲法に対する史上最悪の攻撃を行ったとして、アメリカの歴史に残ることになるでしょう。ウィリス、彼女は政府を擁護し、不適切または不正に実施されたと思われる不代れなどの苦情を政府に請願する 国民の憲法修正第1条の権利を侵害しました。人々にはそれを信じる権利があり、梅田、梅田のアメリカでは人々が真実が何かを語る権利がありません。これがどういうことなのか知りたいなら教えますが、F 機関が私の iCloud アカウントを盗みました。いつ盗んだかは知っているでしょう ?4 年前、私が トラオヤ分の代理人を始めた日のことです。その翌日に彼らはそれを盗みました。私は彼の弁護士であるという理由で起訴されています。私はその訴訟を進めるために、その目的のために条件を締結しました。私は特に申し立ての事実を認めないと述べています。これらの主張は完全に誤りです。そしてインタビュアーの方が 2020の札入れに関して不正な主張をしたことに異議を唱えません、唱えなかったではないですかというような質問をしています。これに関しては私がジュリアニさんをとても案じではいたけれど追いかけていなかったので、背景がわからないので、ちょっとわからないんですが、虚偽答弁をしたという認識はありますかと記者が聞いています。 それに対してジュリアニさん、それは事実ではなくて、すべての訴訟で行われる規定であることを知っています。と答えてます。で、記者さんが、あなたはそれに異議を唱えなかった、争わなかった、争う機会があったのに争わなかった、と聞いています。ジュリアニさん、私は法的問題に取り組む必要があったため、争いませんでした、と言いました。そして、記者さんが畳み込んで悪意のある質問してるんですけども、 そして、ジュリアニさん、こうも言ってます。今日、トラ虎ヤ分と話をしました。彼の無事を祈っています。私は彼を全面的に信頼しています。彼らが彼に対して行っていることはアメリカ憲法への攻撃です。私はアメリカ国民に言います。と言って、車に乗っていきました。ざっくりしすぎていてごめんなさい。本当にアメリカひどいよね。 でもこういう状況、日本でも多分今後どんどん起こってくるのではないかと私はとても心配しています。それでは、虎親分とジュリアニさんとそして起訴されている他の弁護士さんたちの無事をとにかく祈りたいと思います。それではまたありがとうございました。